ニコラ・ボムバッチは、イタリアの政治家、政治学者、教師。イタリア社会党時代からのベニート・ムッソリーニの、旧友であり、イタリア共産党の創設者の一人でありながら、ファシズムに転向してムッソリーニと運命を共にした。ソビエト連邦滞在中、画家のイサーク・ブロツキーが描いたスケッチが残されている。1 8 7九年十月二十四日、イタリア中部に位置する。 エミリア・ロマーニャ州のフォルリに生まれる。市範学校を経て、小学校教師として働きつつ、政治家として、イタリア社会党の投資部署基長などを務めた。社会党では、改良主義や社会民主主義の否定を掲げる、最大公領派の一員として、アントニオ・グラム氏、パルミーロ・トリアッティラと行動を共にしたが、同郷出身で、教師出身という、 似た境遇を持つベニーとムッソリーニとも親友の間柄だった。彼はムッソリーニが第一次世界大戦への不参加を主張した党を民族主義の観点から批判し、除名された後も交流を続けた社会党時代の友人の一人だった。1919年11月16日、同年の総選挙でイタリア社会党の最大綱領派から出馬、当選して会議員となった。 しかし自身も既存の社会党組織に不満を持っており、最大綱領派によるイタリア共産党の決闘に参加して社会党を離党した。イタリア共産党はソ連共産党を中心とするコミンテルンに加盟し、古巣のイタリア社会党のみならず、自分たちと同じく分派したジャコモ・マッテオッティのイタリア統一社会党やムッソリーニの国家ファシスト党とも対峙した。 しかし敵ではなく、味方に裏切られる形で党内の政治闘争に敗れ、1925年に下院議員を退いた後は、政治の表舞台から遠ざかった。一方、旧社会党勢力の内部分裂を制したのは、ムッソリーニのファシズム運動であった。ローマ新軍でサボヤ家の貢献を取り付け、マッテオッティ暗殺事件後に独裁権も獲得した、ムッソリーニは反ファシストから、 会員議席を剥奪する議案を制定するなど一等制を推し進めた。やがて共産党も壊滅状態に追い込まれ、グラム氏は逮捕、トリアッティはソ連に亡命した。自身は政治から離れてソ連との貿易業を営んでいたので直接的な影響はなかったが、ソ連がヨシフ・スターリン時代の計画経済体制に突入すると困窮した生活に追い込まれた。 そんな苦境に金銭を援助して映画関係の職も手配したのはムッソリーニであった。戦争が二度目の大戦に向かう中で両者の交流は再開され政治理論についての文通を重ねている。そして国家ファシスト党内での反独ク,クーデターに、1936年に社会主義や共産主義を通過点とした上でファシズムをその完成点として位置づけ、 社会党と共産党からの自分たちの転向を理論的に正当化した。同盟国ナチスドイツのアドルフ・ヒトラーから救出されたムッソリーニが共和制におけるファシズムの完成を掲げて共和ファシスト党を設立すると、これに協力してイタリア社会共和国の経済顧問となり、大企業の完全国有化などを推し進め、ボムバッジは赤い教皇とまで呼ばれた。 1945年には、ジェノバでの演説で、スターリンは決して社会主義を作り出すことはないと、ソ連型社会主義を批判している。吊るされる、ボムバッチとムッソリーニらの痛い,い手前から、ボムバッチ、ムッソリーニ、クラーラペタッチ、パボリーニ、スタラーチェドイツの新軍集団とアースイ君が、連合軍に最終的敗北を喫すると、ファシズムに準じる覚悟であったムッソリーニは武装した。 党員や義勇兵を連れて、ミラノからコモコを抜けて、アルプス山脈沿いのバルテリーナの要塞へと向かった。自らも、最後まで、彼について行こうと決めて、ロドルフォ・グラツィアーニ陸軍元水、アレッサンドロ・パボリニーニ PFR 初期長、アキーレ・スタラーチェ PNF 元初期長ら水政府の、要人らとバルテリーナへ同行した。途中で、連合軍との交渉を求めたグラツィアーニが、 一行から外れ、残った面々は、ドイツ軍部隊と行動中にパルチザン、レジスタンス組織に拘束された。トリアッティが影響力を持つ新ソハパルチザンからは、裏切り者の扱いであったことから、即時死刑が言い渡され、1945年4月28日に、銃殺された。彼にとってはムッソリーニこそが、カール・マルクスや、ウラジメイル・レーニンの後継者であった。 処刑場では、かつての仲間である、共産主義者たちに毅然と向き合い、ムッソリーニ万歳、社会主義万歳、と、高らかに叫んだという。死後、遺体は、ジュリーノ・デメッツェングラで処刑された、ムッソリーニの隣に、ロレート市場で吊るされた。ありがとうございます。